リボニア騎士団で使われたドイツ騎士修道士のモンショーリボニア騎士団はドイツ騎士団のリボニア地域にあった自治的な分断で1435年から1561年までリボニア連盟に参加していたシャウレンの戦いでサモギテア人に敗北した後リボニア体験騎士団の残党はドイツ騎士団に吸収され1237年にリボニア騎士団として 分断を組織した。リボニア騎士団の全身鎧1237年から1290年までに、リボニア騎士団は、クールラント、リボニア、セミガリアの全域を征服したが、ロシア北辺への侵入の際は、ラコボルの戦いで撃退された。1346年、騎士団は、デンマーク王バルデマー4世から、エストニア公国を買い取った。 騎士団領内での人々の暮らしは、バルタザールルソブのリボニア地方年代記から伺い知ることができる。1410年、タンネンベルクの戦いにおいて、ドイツ騎士団がポーランドリトアニア連合軍に敗北し、続いて、本部マリーエンブルクが包囲された際には、リボニアから救援に駆けつけ、連合軍を撤退させることに成功した。1435年9月1日、 リボニア騎士団は、スビエンタの戦いに敗れ、団長を呼び、高位の騎士数名といった指導層を失ったが、このことは、騎士団をリボニアの先住者たちへと近づけることになった。1435年12月4日に、バルカで結ばれたリボニア連盟は、リボニア大司教、クールラント司教、ドルパト、エーゼルビーク、レバルの3都市によって調印された。彼らは、 リボニア騎士団とその風神たちの代表、リーガ、ドルパト及びレバルの資産次会の代理人たちである。1410年のグルンバルとの戦いで大敗を、喫して以後、ドイツ騎士団は衰退の一途をたどり、1525年にはアルブレヒト・フォンブランデンブルクによって、プロイセン地域が世俗化することになったが、リボニア地域の分断は、独立状態を維持していた。 1560年、リボニア戦争において、騎士団は、エルゲメの戦いで、モスクワ・ロシアの軍勢に決定的な惨敗を喫した。窮地に陥った、リボニア騎士団は、1557年に起きた、リガ大司教ビルヘルムと騎士団との争いに介入した、ポーランド王権リトアニア大公のジグムント二世、アウグストに、庇護を救った。1561年、ジグムント二世、 アウグストの代理人であるミコアイラジビウチャルヌイとの間に結ばれたビリニウス協定により最後のリボニア騎士団長ゴッドハルト・ケトラーは騎士団を世俗化しているターハプロテスタントに改修した騎士団領の南部はケトラーとその家族が統治するクールラントゼムガレン公国となったが騎士団領の残部の大半はリトアニア大公国に接収されたエストニアの北部地域は 同時期の北方七年戦争によって、デンマークとスウェーデンに領有されることとなった。リボニア騎士団長のインジリボニアの騎士団長はドイツ、騎士団総長と同様、部下の騎士たちによって選ばれ、就寝でその任にあった。団長は騎士団員に対して監督権を有し、その指示は命令と同一視された。ドイツ騎士団の総長たちは、リボニア地域の自治権を制限するようなことはなく、 リボニアへの訪問もめったにない上、監督のための施設を送り込むこともなかった。ありがとうございます。